松由美セカンドピアノトリオコンサートということで、前回に続きまして私とチェロの中村がゲストという形で一緒に共演させていただくんですけども、普段のコンサートと、何が違うだけちょっと皆さんにお伝えしたいかなと思いまして、今回も、前回と同様池松由美さんが作曲した曲をほとんど演奏するわけですけども、普段我々が特に僕とか中村君が一緒に仕事をしたりするとき、オーケストラとか室内楽とかソロが多いんですけども、その時にはほとんどの場合既存の作曲家とか、300年前の作曲家だったり、新しい作曲家でも大体100年前の作曲家だったりするんですけども、ほとんど亡くなっている方の作曲家の曲を弾くことが多いんですが、その場合その当時 の音楽をイメージしながら、再現するっていう形の芸術になるんですが、今回の場合は、前回に引き続き今回のコンサートは池松由美さんが作った曲をですね、一曲一曲披露するわけですけども、展覧会というか古典のような感じのイメージで僕らは捉えております。なので一曲一曲がですね、もちろん初めて演奏するものばかりなので、私たちをゼロから作るっていうことをちょっと意識しながら、池松さん の気持ちを尊重しつつ厳しいリハーサルを重ねてやってきました。ということでですね、演奏会のことを始めさせていただきたいと思いますけども、まずはちょっと自己紹介というかですね、まずは池松さんの方から、じゃあ一言。ピアノを演奏させていただきます。池松由美です。今日はよろしくお願いします。このために12曲用意したんですけれども、今回はトレインという、表題というか、トレインを意識した曲を12曲全部用意させていただきました。コンサートのために作った曲ですので、構成的にも練るのが大変だったんですけれども、でも一生懸命練りましたので、皆さん最後までどうかお付き合いいただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、チェロを今回演奏します中村充と申します。後々ですね、池松さんにもですねインタビューしながら僕もたくさん喋っていくことになると思いますので、ここら辺にさせてもらいます。今日はよろしくお願いします。それでは1曲目からですね、トレインという曲のこの曲に関しましては、作曲コンクールで出品しまして、池松さんの方がでそれで賞を取った曲になります。で多分今日の曲の中で一番少し分かりにくい曲になるんですが、ミニマルミュージックという形を取った曲になりますけれども、少しだけちょっとだけミニマルミュージックについてちょっとお話を聞きたいと思います。ミニマルミュージックっていうのは同じフレーズの繰り返しで、例えばあとずっとのリズムを繰り返しながらいろいろ速度が変化したりとか、どんどん発展させていって、で最後にもの、フレーズで終わるという、そういった繰り返しの多い音楽です。それではお楽しみください。
れましたというような感じの、ちょっと幾何学的というか、メロディーが合ってないような感じ の曲なので、非常になんか複雑に聞こえるんですけど、感覚でね、聴いていただけたらと思ってるんですけど、僕らも感覚で聴いてるとどこ弾いてるか分からなくなったりするような曲なので、そこはちょっと目しばしりながら弾いたんですが、そういう感じの曲です。これがトレインという名前になってまして、多分列車の歯車かな、それをイメージした音を短い音をつなげて回していってっていうような感じだと思います。でいろいろ表現をしていってっていう形ですね。それでは次の曲は2曲続けて演奏したいと思ってるんですけども、まずは2曲目、次の曲窓という、これは列車の中から外を見ている窓、それから3曲目孤独、この曲ちょっとだけ説明していただきたいと思います。はい、窓は基本的に列車の中にいる状態 でいろんな景色が、草むらとかですね、自然の豊かな感じが見える感じ でずっと行くんですけど、最後には窓の扉を開けるという、で恐怖がやってくるみたいな、ちょっと意味が分かんない構成になってるんですけど、で孤独はですね、一人よく夕方とかですね、一人でずっと家にこもっていると夕日が差してきてですね、孤独な、なんか寂しい気持ちにすごくさせられて、でその気持ちを曲に乗せたいなと思って、でメロディーを豊かにしましたので、ここら辺を聴いていただけると嬉しいです。Thank you.
Thank you.
ありがとうございます。それでは続きまして、今は窓とそれから孤独と演奏したんですが、次はまた列車関係でトンネルという曲と、あとそれから夕空という2曲をお届けしたいんですが、どこのトンネルのことをイメージしているのかとか、どういう列車なのかというところもちょっとお聞きしたいのですので、ちょっと話してもらいます。トンネルはですね、九州新幹線の鹿児島へ行く高度がとてもトンネルが多いので、その時にトンネル入った瞬間に耳鳴りとか、なんかこう恐怖感っていうのがすごくあって、それを曲に乗せた曲です。で、夕空はバスでよくいろいろ出かけるんですけど、夕方に3号線とかですね、夕日が山の上から見える景色がすごく綺麗だなと思って、それも曲に乗せました。とりあえずお聴きください。
前半最後の曲となったんですが、レッツゴーという曲ですが、これは木本さん、作曲なんか思い浮かんだ時ってなんかあるんですか、この作曲の曲を。例えばこれに限らずですけれど、じゃあこのレッツゴーはどういう時になんかこういう曲のメロディーとか浮かんできたりしました？私、鹿児島出身で、日豊本線でよくリアス式海岸を通って、鹿児島市の方によく姶良市から行ってたんですけれども、その時 の、 在来線 の、 列車の感じですね。海が見えて、まあ、鹿児島だから桜島が見えるんですけど、そのなんかこう今から出発進行じゃないけど、そんな感じで駅から乗るワクワク感ですね。それを表現した曲でもあります。Thank you.
の終わりになります。それでは15分これから休憩いただきまして、後半とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。それではこれから後半の曲に参りますけども、後半はですね、今ご覧になってお分かりられると思うんですけども、池松さんはちょっと今小休止していただいて、グリエールっていうバイオリンとチェロのためのデュオがですね、8つの小品のためのデュオという曲があるんですけども、そちらを、今日唯一の池松さん自身作ってない曲になりますけども、こちらの方から1曲目のプレリュード、2曲目ガボット、それから3曲目、子守唄という題名についているんですけど、この3曲をまず続けて演奏したいと思います。短い曲がですね、3曲つながっております。それから続きまして、池松さんが作った、これもバイオリンとチェロのためのデュオの、狩猟という曲ですね。こちらはですね、非常にバイオリンとチェロにだいぶ難解なことを要求しているような感じの曲になっておりますけれども、ピアノが入ってない曲の弦楽器だけ同族楽器って言い方するんですけども、純正調の美しいハーモニーを生かした曲が多いんですが、その中からまずグリエールの3曲。グリエールというのはロシアの作曲家なんですけども、ちょうど1800年代半ばぐらいから1900年にかけて活躍された作曲家です。それでロシアのキエフというところの出身だそうで、ちょうどですね、そういう時期に当たるんですけども、その曲をまず演奏したいと思います。
Thank you.
はようございます子守歌ですね、グリエルの3曲を聴いていただきました。実際にですね、この演奏会に向けて何日かリハーサルしたんですけれども、昨日ですね、この曲を田中翔さんと2人で練習しているときに、まあ、ちょっと実際に起きた話なんですけれども、池松さんが本当に寝ちゃってですね起こすのもなんか悪いなって感じですね。というよりこの次の曲もですね、かなり難しくなってまして、僕は今回全部出ることになってるんですけれども、ちょっと疲れました、ね、まだ全然疲れてないですね。失礼しました。田中翔さんは今日はなんかやたらなんか音が響くんですけれども、ひょっとして何かこう、ああ、多分足の中に一円玉を入れててですね、そういうのが今ちょっと流行ってまして、巷でですね、豪華の子で流行ったりして、そういう話を聞いてちょっと違和感はあるんですけど、一円玉1枚ずつ入れてます。この友達とかは3枚ずつ入れて、なんか本場中音が鳴っちゃったとか、なんかそういう時エピソードもあるみたいなんですけど、なんかそういうですね、そうですね、実際にこの足に入れてこう響きが共鳴するというようなお話があったりですね、そういうのがいろいろ流行ったりするんですけれども、僕のこの下の方にも見ていただくとですね、3種類ほどですね、今日は用意していただいたんですけど、こうやってチェロのエンドピーと呼ばれるところを指して、演奏するのですね、これ3つとも、メーカーが違ったりするんですけれども、これによって音が変わるらしいので、まあ、曲によってちょろっと変える可能性があります。なんか音がちっちゃくなったら疲れたのかなとかではなくて、これが変わったからということにとりあえずしたいと思いますけど、はい、話が長くなってしまいますので、次の仮場をですねお聴きください。Thank you.
出れちゃったので、なんかちょっと演出がいまいちだったんですけれども、なんで急に中村くんが叩き出したかというと、次の曲に実はですね、関係してまして、その話と、今さっき演奏したカリーバと、次の曲名がタップ&リズムっていう曲なんですが、その曲の話をちょっとお聞きしたいと思います。カリーバはですね、鹿を狩る漁師さんのイメージをして作ったんですけど、まあ、鹿肉が好きで、で私は狩りに行けないので想像で作った曲なんですけど、で、次のタップ&リズムはチェオの今叩いていただいたリズムに乗せて、リズムを乗せていくんですけど、ピアノでずっとチェロ弾きながら叩いてくださるので、はい、頑張ってください。頑張ります。それではタップ&リズム演奏したいと思います。
次はですね、坂本龍一さんが3月28日に亡くなられて、で私が10歳の頃からエレクトーンをやってるんですけれども、10歳の頃の初めての発表会がエレクトーンで戦場のメリークリスマスを弾いて、音楽の始まりでもあったので、すごく思い入れのある作曲家でもあり、戦場のメリークリスマスの曲でもあるので、今回その曲を選曲させていただきました。トリオで一応編曲しているんですが、しっとりした本当静かな曲ですので、まさか坂本龍一さんを追悼の意を込めて演奏いたします。
ということで、ラスト2曲になりました。このトロッコの旅という曲を、次はですね、チェロとピアノで演奏したいと思っています。池松さん、この曲はとても好きというふうに聞いたんですけれども、この曲は どういったなんかこうイメージとか。チェロの中村さんをイメージして作りました。僕をイメージしたんですか。それ昨日ですね、それ知ったんですけれども、それどういう意味かちょっと簡単に教えてもらえますか。普段のおふざけキャラの中村さんですね。とてもかっこよくて、清潔な青年ということをイメージされたというお話、間違いないですか。そういうわけではないです。そうですね、そうなんですね。はい、ありがとうございます。で、なんとなく今回の演奏会トレインということなんですけれども、今はとってもやっぱり電車が好きってことですか。あ、昔は好きです。昔は好きだったんですけど、今もちょっと好きらしいんですけど、で最後に、この トロッコの旅というのを僕が今から演奏した後、最後に、ピアノトリオで、はい、宴というのを演奏するんですけれども、今日は終わったら宴をされるんですか。もちろんと。そうですね、はい、なんかそういう気持ちをこもって演奏 したいと思ってますので、最後までお楽しみください。
それでは最後に軽い列車のような雰囲気で演奏してで、皆さん軽い気持ちで帰っていただけたらと思います。ありがとうございました。Thank you.
当にありがとうございます。これからもまた頑張っていきたいと思いますので、またよろしければサードコンサートに来ていただけると嬉しいです。それでは今日はありがとうございました。